皆さんこんにちは。協議会の岡本です。武井です。今回の民泊のすすめでは、先週に引き続き外国人の民泊受け入れの様子をお届けします。国際交流事業の一環として、日系アメリカ人の大学生と大学院生が周防大島を訪れたんですよね。前回は緊張の入村式から餅つきや畑での収穫体験を通して、徐々に民泊家庭の方々と学生さんが打ち解けていく様子をお伝えしました。小さなお子さんがいる家庭では、すっかり仲良くなって遊んでもらっていたね。そうですね。今回は民泊2日目、いよいよお別れの日です。学生さんが主催で感想会が行われました。皆さんどんな様子だったのかな。3月18日、2日間の締めくくりに東和総合センターで感想会が行われました。乾杯。ありがとうございました。民泊家庭と学生たちがテーブルを囲み、昼食を取りながら過ごす最後のひととき、周防大島名物のみかん鍋も振る舞われました。協議会の岡本さんは寿司屋の大将に変身。握り寿司体験も大人気でしたよ。学生たちは全員でダンスを披露してくれました。最後はみんなで大きな輪になり、大島音頭です。皆さんの家にホームステイさせてもらってありがとうございました。ホームステイで日本の文化を学びました。島のとても綺麗な海、土地と人が印象に残ります。わあ、すごい楽しそうでしたね。学生さんも民泊家庭の方々も
皆さん生き生きとされていましたね、うん、岡本さんの寿司職人姿も決まってましたよ、うん、そうでしょう。みんなも楽しんでもらえてよかったよ。学生さんのダンスやみんなで踊った大島音頭も忘れられない思い出になったね。うん、民泊体験が終わった後に学生さんにインタビューしましたよ。 Hi. How was your home stay? It was good. It was really fun. Mm-hmm. What interested the most? I like the food. We ate really well. Yeah. Mm-hmm. What did you eat? We ate sashimi, wakizuki. So much fish. Lots of fish. We made mochi with azuki, ikan. It was really fresh. Mm-hmm. The mochi was definitely a highlight. It was good.Was it your first time mochi making? I had never made it before. First time. Okay. So, do you want to come back to Japan and see Oshima again? Oh, yes. Yeah, for sure. Very much. It reminds me of like the cities by the ocean that I used to go to as a kid in the United States. So, would definitely love to come back here. Yeah. It reminds me of like a cold Hawaii. It's really nice. How was your home stay? 本当に楽しかったでした。楽しかった。何が一番楽しかったですか？お母さんの料理はとても美味しかった。ありがとう。西本さんはどうでしたか？久しぶりに若い人たちと一緒に楽しかった。すごい、いつもよりすごい話せ、びっくりする。お父さん。すごい話すね。英語が話せると思わなかった、こんなに。お父さんの英語は上手です。How was your home stay? Very fun. It was awesome. It was a good experience. What was the best thing in 2 days? Onsen. Making the maki.手巻き寿司。All the food was delicious. 美味しかった。桑野さんはどうでしたか？受け入れをされてみて。大変は大変だったけど、とてもみんなが助けてくれて、とても楽しかった。一緒に裸の付き合い。Do you want to come back to Japan? So, Oshima? Yes. How was your home stay? The best. It was wonderful. It was incredible. I miss her already. I can see her still. She showed us every single part of Oshima that she knew that we would love and appreciate. She took us to a museum to see an aquarium and also an aquarium. And then we drove around.To see the sakura this morning, and her friends grow the sakura, so it was very special. And it was shocking at first because she just picked it off the tree and we were like, whoa! Yeah. Yeah. But then she showed us her friends, and we drank some tea together and ate some snacks, and we shared a really good time with them. There is no one more considerate.Nice and wonderful. We talked. We will always be Segawa-san's children. Wow. いつまでもいつまでもうちの子供でいてほしい。みんなセガさんです。はい。How was your home stay? A lot of fun. Really good.小笠原さんはどうでしたか？ I also have a fan. I love them. They're so kind. They're so sweet. I feel like I get a second family. I get a many sisters. Yeah. I wanna meet again. She's gonna come to Disneyland with us. Yeah. おー、
どの学生さんも本当に民泊が楽しかったみたいだね。そうなんです。民泊課程の皆さんも笑顔があふれていて、いつも以上に感情表現が豊かになっているように感じました。お互いに素晴らしい2日間が過ごせたのが表情からも伝わってきますもんね。はい、一緒に普段の生活を共有することで言葉や国籍の壁を越えた交流ができて通じ合えるものなんだなと実感しました。ところで今回は食事面で注意することがあったみたいだけど。そうなんです。食品アレルギーとは別の話なのですが、ベジタリアンやイスラム教の学生さんもいたので受け入れにあたってはそのあたりの理解が必要でした。これは事前の研修会でもお話ししましたね。例えば菜食主義者のベジタリアンと一言で言っても、肉は食べないけど魚は食べる人や、卵や牛乳などを含む動物性タンパク質を一切取らない人など個人によって違うよね。はい、イスラム教徒であるムスリムの方々は豚肉やそれに由来したもの、それからアルコールが一切ダメなので、みりんを調理に使えないなど注意点があります。そう聞くと大変そうだなと思うんだけど、実際はどうなんだろうね。皆さん事前にどの学生がベジタリアンかなどある程度情報は得ていましたが、細かな食事制限については到着してからのコミュニケーションで聞き取りをされていましたよ。通訳の方を通して食事制限の説明を受けた方もいらっしゃいますしね。はい、2日間置いてみると食事の気遣いは思っていたほど大変じゃなかったという声が多かったですね。魚介を食べられる人はたこ焼きを楽しんでいたね。ああ、美味しそうですね。生魚には慣れていないかもということでお刺身をアレンジしてカルパッチョを作っているご家庭もありましたよ。海外の方には食べやすいかもしれないですね。これは手巻き寿司かな。自分が食べられる食材を選んで自由に組み合わせできるから、お互いに気を使わず楽しめますね。はい、蕎麦は普段から食べ慣れていないため蕎麦粉を含まない商品を選んで瓦蕎麦を作っているお宅もありましたよ。なるほどね。皆さんがいろいろ工夫してくださったんですね。考えてみると、いつも受け入れしている日本の生徒さんの食品アレルギー対処法と似ているよね。そうですね。ベジタリアンやムスリムと聞くと身構えてしまうかもしれませんが、文化や考え方の違いを受け入れて異文化交流を楽しんでもらえると嬉しいです。さて、今度はインドネシアの高校生が民泊に来るそうだね。そうなんです。今後海外からの民泊生も徐々に増えていくと思われます。普段から日本のお子さんたちを受け入れしてくださっている民泊家庭の方々はもちろん、これから外国人の受け入れを始めてみたいなという方や、ホストファミリーになることにご興味がある方はこちらまでご気軽にご連絡ください。今回は幼稚園や小中学生のお子さんがいる家庭にも受け入れをしていただきましたが、交流の様子を見ていて教育的にいい影響があるなと感じました。大島にいながらにして2日間海外旅行をしているような気分だったとおっしゃる方もいましたよ。確かにそうだよね。これからは周防大島の素晴らしさを世界中に広めていきたいね。はい、大島のファンをどんどん増やしていきましょう。次回もお楽しみに。